昔、あるところに、足の速いのが自慢の狐がおったそうな。驚いた。狐殿、びっくりしたような顔をしてどうしなさった？なんじゃ谷しか、ちょっと都へ行ってきたんじゃよ。ほう、そんなに遠くへ行きなさったか。ああ、だもんで疲れた。都は遠いからの。そうともよ。ああ、疲れた、疲れた。何が都じゃ、いい加減なことを言いよって。はあ。魚だ。狐殿、どうしなさった？ひどい汗をかいて。なに、ちょっと都へ行ってきたんじゃよ。都へ行くと疲れるようじゃな。ああ、そうじゃとも。都は遠いんでな。疲れた、疲れた。いい加減なことばかり言いよって。狐殿、都へ行ってきたんじゃよ。また都へ行ったか。そうじゃ、お前なんかには絶対行けんところじゃよ。狐殿に行けるのならわしにだって行けるわい。タニシがどうやってあんなに遠く行けるんじゃい。ほれほれ。ほれほれ。
それ見ろ、お前なんかには100年かかってもいけんわい。狐殿はわしより早く歩けるかの。おめえ気は確かか。ああ、わしの方が早く都へ着くわい。よし、そんならわしとどっちが早く着くか都まで競争じゃい。こうして狐とタニシは都まで競争することになった。タニシ殿、用意はいいな。いいともさ、狐殿。わしら勝つに決まっとるに。無理せんでやめとったらどう。今はゆっくりでも狐殿には絶対負けん。ふん、同情すればいい気になりおって。タニシが競争するなんてアホらしい。ちょいと歩いただけでもう見えん。ふう、それに都なんて遠く行ったこともないし。キツネ殿、はもう疲れたか。置いていきますぞ。見るとなんとタニシが狐の前をのろのろと歩いていった。ほう。おかしいな。追いつかれるはずはないんじゃが。不思議に思いながらも狐は歩いていった。じゃが夕暮れ時にはまた馬鹿らしくなってきた。つまらんことで遠くまで来てしもうた。狐とタニシの競争など聞いたこともない。もう帰ろう。狐殿、あー立ち小便などしていないで早くわしについてきなされ。狐は信じられない思いじゃったが、とにかくタニシは目の前を歩いておった。キツネはもう気持ちが悪くなって夢中になって走り出した。タニシは嘘つきキツネを懲らしめてやろうとこうして尻尾につかまってやってきたのじゃった。そうとは知らぬキツネはもう負けとうない一心で必死で走り続けた。このぐらい走りゃタニシももう追いつけんじゃろ。キツネ殿、そんなことではわしに追い抜かれてしまうぞ。おや、まだついてくる。てあ、みやこだ。タニシに勝った。キツネがタニシに負けるはずがないんじゃ。キツネ殿、うん、えらく待たせるもんじゃのう。わしはもうここから都を見物してしもうたぞ。そ、
バカな。キツネはタニシに騙されたとも知らず、ただただキツネにつままれたような顔をしておりましたとさ。